皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ、今日はですね、ようやくこう、オズモポケットの話もね、一段落したんで、久々にね、ちょっとこうパソコンのね、話をしようかと思っています。結構ね、Twitter とか、あと、YouTube のね、チャンネルのコメントとかでも、まあ、どんなパソコン使ってるんですかっていうね、方から質問がね、ありましたので、今回はね、ちょっとこう今僕が使っている、パソコンですか、それのね、構成とかを、話していきます。ではまず CPU からね紹介していきますけど、本当はねこれ一個一個こうね、部品ばらしてね、こう実際にお見せしながらっていうことをねやっていきたかったんですけど、これ今更全部ばらすと結構また時間かかっちゃうので、すいません、この辺にねまた別のね画面でこう CPU のこうね箱とかそういったものを出しておきますので、どうかご了承ください。でまず CPU なんですけども、これRyzen7の1700っていうものを使っています。これね、ベースクロックは 3GHz、まあターボクロックだったかな、それで 3.7GHz に上がるっていう、まあ、そういったモデルなんですけども、僕は確か 3.8GHz くらいまでオーバークロックして使っています。この CPU を使う前に、僕は確かインテルの 26K だったんで、サンディーブリッジの、1155かの CPU を使ってたんですが、あの頃に比べるとね、はるかにこうコア数もね、こっちは、8個もあるんで、処理能力って意味ではね、非常にこう体感的に良くなりました。パソコンでゲームをするのであれば、インテルの方が若干ね、有利なんですが、それ以外の、例えば、動画制作であるとか、あと僕がやってるね、こういった YouTube の活動であるとか、あとゲームはね、ゲームでもこうゲームしながら、ブロードキャスティング、なんで配信とかする方であれば、やっぱりこのコア数の多い、Ryzenはね、とてもね、いい選択だと思います。体感的な話になりますが、26K 使ってた頃に比べて、まあ普通にね、インターネットをやったり、YouTube を開いたり、まあちょっと動画見たりとか、あとゲームをやるっていう時でもそこまで顕著に差は現れなかったんですが、やっぱりこうね、YouTube の活動を始めて、動画をこうエンコードしたりすると、やはり、Ryzenの方が、そう、キビキビとね、エンコードしてくれますし、あと、動画をね、こう書き出してる最中でも、コアに余力があるので、それ以外の作業とかも、できるようになりました。まあ、例えばね、この後ろの方で動画をエンコードさせながら、まあ、サムネイルを作ったりとか、様々な作業を並行でやる場合は、コア数の多い CPU の方が、体感的に良かったです。さて、お次はメモリーなんですが、コルセアの DDR4、266MHz ですね。ベンジェンスの 8GB の2枚を使っています。で、このメモリなんですが、非常に安定して動いてはいるものの、実はこれ購入時に、1枚だけね、初期不良が起きて、交換対応でね、結構難儀したのを覚えています。コルセアの代理店なんで、確かリンクスインターナショナルさんだったかな？あそこにね、メールを送って、まあ、やり取りをしてたんですが、メモリのセットを全部ね、向こうに送るんで、このパソコンにメモリがない状態になってしまいました。慌ててね、確か通販のヨドバシかな？どっかで、8GB のメモリをね、買って、まあ、急ごしらえでね、それをつけて、その場しのぎでやってたのを覚えています。交換されたメモリーは非常に安定していて、 XMP っていうね、オーバークロックのプロファイルを使っても動作はとても安定しています。さあ次は PC ケース NZXT の S340 エリート VR というのを使っています。で、このケースは VR と相性が良くて、ケースのね、前面の方に VR ヘッドセットのホルダーがあったり、電源ボタンや USB の周りに HDMI の出力があったりと、まあ、割とね、最近流行りのVR をね、意識したケースとなっています。一応 ATX 対応とは書いてあるんですが、結構ね、ケース全体が、コンパクトな作りなので、裏配線とかがね、少しやりづらかった感じがしました。色は全体的にマットな黒で統一されていて、非常にね、かっこいいです。お次は CPU クーラーなんですが、ノクトゥアという会社の NHD15 という、これ非常にね、大型の CPU クーラーを使っています。ノクテアは日本ではちょっとマイナーな CPU クーラーとかね、この空冷ファンを作ってるメーカーなんですが、特にこの NHD15 って結構古い型式なんですけども、それでもね、下手な簡易水冷とかを組むよりかは、はるかにね、こちらの方が冷えます。ただ CPU クーラーのファンの位置の関係上、ちょっとね、メモリと干渉する可能性もありますし、何よりヒートシンクが大型なので、ケースによってはちょっと干渉する可能性があります。あとは取扱店の少なさがネックですね。実店舗であれば、つくもさんかオリオスペックさんぐらいでしか、取り扱ってないかと思います。さあ、お次はマザーボード、アスロックのね、X370 ゲーミング K4 というのを使っています。これね、僕が買った時で1万3000円くらいで、非常にね、こう、Ryzenのマザーの中では安いんですが、PCI Express の位置とかもなかなかこう、絶妙なね、配置になっていて、あとは PCIe の接続部もこう、金属でね、補強されていて、値段の割にはね、結構ガッシリとしたマザーボードです。
それ以外は可もなく不可もなく普通のマザーボードなんですが、一個ねちょっと欲しかったなと思ったのが、マザーボード上に電源とリセットをつけて欲しかったですね。仮組みをした時にメモリーやねグラフィックカードのその動作をね検証したい時とか、そういった時にねこの電源ボタンとリセットボタンがあるとねすごく便利だったんで、これはねちょっと残念かなと思います。次はグラフィックボードなんですが、今までね、大体2年前くらいのパソコンのスペックの話をしたんですが、ここから一気に古くなって、GeForce の GTX980 です。なんとね、これ2014年ってもうかなり前のグラボなんですね。確かね、ドスパラの中古で結構安かったと思います。で、グラフィックボードなんですが、これはね、なんだろう、今すぐに買い替えようかなっていうふうにまだ思っていません。というのも、ここ最近の PC ゲームってこう、あんまりね、こうめちゃくちゃ重い、ゲームってないじゃないですか。それこそ、まあ、初代のファークライとか、まあ、クライシスみたいなもうベンチマーク専用ゲームみたいなものが全然なくて、割とコンシューマー寄りっていうんですかね、ちょっとね設定のシャドウの設定とか落とすだけで全然ねあのフレームレートは稼げちゃったりするんで、今すぐグラフィックボード必要かって言われるとちょっとね悩ましいところですね。さてサウンドカードなんですが、 ASUS のストリックスレイドプロを使っています。こちらのねサウンドカードに関してはここに動画2本上げてますんで、ぜひねそちらの方で確認してみてください。そこそこね検証とかやってますんでね、見てくれると嬉しいです。さあ次ストレージなんですが、サムスンの SSD の 500GB を2つ、あとシーゲートの SSHD が 1TB が1つです。で、サムスンの SSD に関してなんですが、こちらの方はね、可もなく不可もなく非常にね、安定して動いています。そしてね、SSD で思い出したんですが、うちのチャンネルでね、一番伸びた動画、SSD 発火事件の動画もね、こちらにありますので、もしね、見てない方見てくれると嬉しいです。シーゲートの SSHD なんですが、これはね、あんまりこう、やらないゲームがね、割とそっちの方に入っています。結構ね、メインで遊ぶゲームって SSD の方に入れて、あ、そこまでなんかめっちゃ遊ばないけど、たまに遊ぶかなっていうゲームは、この SSHD に入れて運用しています。書き込みはそこまで速くないんですが、読み込みがね、それなりにスピードが出るんで、まあ、割とゲーム向けといえばゲーム向けのストレージです。さあモニターなんですが、メインで使ってるモニターはね、XL の 2410T っていう 120fps のモニターが出始めの頃ですね。これ本当にもう結構だいぶね時間が経っちゃってるんで、発色とかがね少しんっていうところはあるんですが、今のところねまだ不具合なく使えています。でカンペ映してるサブモニターが、これはエイサーのKA240H って、これ Amazon でね、12000円くらいでね、あった24インチの安いモニターですね。まあ、発色はそれなりになんですけども、値段がとにかく安いのでね、もしね、サブモニターとかで何かこう探してるって方は結構これおすすめです。はい、次、スピーカーなんですが、BOSE のコンパニオン3マルチメディアスピーカーを使っています。これはね、BOSE らしい低音が結構ね、出まして、それでいて値段がね、12000円とね、BOSE のスピーカーの中では特にこう安い部類なので、これもねパソコンデスクの横に置くにはとってもおすすめのスピーカーです。さあというわけで今回は僕が使っているパソコンのパーツの紹介でした。さすがにねもう今から2年前のスペックなんで、ちょっと参考になるかどうかはちょっとわかんないんですが、 CPU に関してはね結構中古とかで、よく出回ってるんで、8コアのねCPU を安く手に入れたいって方でしたら、この Ryzen の1700はすごくおすすめです。ここまでこの動画を見ていただきありがとうございました。この動画が皆様を何かの参考になれれば幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。